え？かっこいいです。あ、決めなかった。すいません、おばあちゃんの声が。これはもう家に飾っときますよ。いや、飾ります。マジ飾ります。これは飾ります。これ何映るんですか？ YouTube にあげます。 YouTube？ お願いします。笑顔でお願いします。満開でお願いします。はい。いや、なんとも思わなかったですけど、恥ずかしかったです。いただきました。楽しかったです。ありがとうございます。はい、いつもこういった格好をされて、はい、ラフな格好です。すごくおしゃれで素敵だと。いや、おしゃれじゃないですよね。今回、イケメンコンテストで上位の D-LOVE6 に選ばれたと聞かれた時はどう感じられましたか？はい、もう殿堂入りじゃないのかなと思ってました。嘘です。嬉しかったです。殿堂入りされたいということです。したくないです。投票してくれたファンの方々にメッセージをお願いいたします。え、あ、ファンの人に、ありがとうございました。恥じぬよう野球で頑張ります。以上、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ガールズシリーズにこういったフレームを皆さんにお配りするっていうイベントをするんですけど、はい、どなたかとツーショットが撮れるっていうフレームなんですけどどなたと撮ってみたいとか。ね、一人もいないですもんね。ブッサイクばっかりじゃないですか。選ぶとしたら誰だろう。え、自分とって自分とっても全然大丈夫です。やない、やないです。こちら側に柳さんがいらっしゃるのでちょっと行きます。はい、チーズ。こんな感じで、はい、はい、これも撮ってますよね、絶対兄貴。良い子は絶対真似しないでください。地べたにこう靴履くとかダメですよ、本当に。で、逆にいいですね。顔
顔の加工はしといてくださいする必要ないよね。してください。こんなイケメンがさ。でも僕2位ですからね。言うね、今根に持つタイプね。僅差よ。でもいや僕かソブさんの戦いは分かってるんですよ。ソブさんと本当僅差の2位。やっぱ一軍にいなかったもんだからね。そうそうそう、いやいや、まあでも近いね一軍も。兄貴の下からもいいですね。1日1回ちゃんと再生させておきますね。あ、自分のとこだけ自分のとこだけにチャンネル入れておきます。非常口じゃないですよ。手はポッケルお願いします。手は井上さん走るめっちゃ全然取るじゃない。それはいかん。これはやばい。これで、あ、いい感じです、いい感じです。これははずいっす。あ、素敵です。これはやばいっす。完全に家でテレビ見てるっす。そうでしょ、やめました。リモコン持ってきます。リモコンこうやってくれるじゃん。ねえ。こっちやめましょう。こんな感じです。すごい、連射。はい、上半身に。角度は見ないのかな。いいですね。ダメですね。いいですね。結構大きいです。ありがとうございます。岡田投手、はい、本日の撮影はいかがでしたか？85点です。そのなかなか厳しい点数を。やっぱ恥ずかしいじゃないですか、こういうのって。でもすごく素敵でした。いや、まあそれはあの見てくれた人がどう思うかなんで、ね、僕個人としては恥ずかしいです。やっぱりありがとうございます、はい。今日の私服のポイントを挙げるとするとどのあたりでしょう？え？完全通勤用です。大体いつもこんなような私服を着て、はい、楽な感じですかね。はい。ありがとうございます。イケメンコンテストで、はい、今回 D ラブ6っていう上位6人に選ばれたんですが、はい、それをした時どう思われましたか？うん、1位じゃなかったかと。あ、はい、やっぱ悔しい思いが最初は。そうですね、まあまあソブさんには勝ちたかったです。本当ですか？はい、おめでとうございます。はい、まあでも5年連続ということで、はい、そこは誇れるところなんで、はいはい、また一ついい勲章が手に入ったなと思ってます。やっぱり嬉しいっていう気持ちも、はい、めっちゃ嬉しいです。やっぱこれは自分一人じゃどうにもできないんで、あのファンの皆様のおかげです。本当にありがとうございます。なんかないですか？いやー、ちょっと待ってください。それはめちゃくちゃ嬉しいんですけど、ちょっと今その写真ちょっと待ってください。いや、まあまあ、まずはありがとうございます。はい、まずありがとうございます。今回殿堂入りということ、初の。はい、5年、はい、ドラゴンズのイケメンコンテストの歴史、2017年から始まりました。はい、5年唯一、はい、毎年入選した岡田俊也選手。はい、今回で殿堂入りということで、はい、その盾をありがとうございます。させてありがとうございます。なんですけど、いきなりクレームいいですか？顔全然映ってないじゃないですか。垂れてるし、目とか見てください。若干どっか行っちゃってるじゃないですか。いや、まあでもこれはもう家に飾っときますよ。いや飾ります。マジ飾ります。これは飾ります。はい。で、
本当にもう来年から岡田選手はイケメンコンテストには出てこない感じになりますんで、いいですか、まあ、それでも投票してくれる人がいたらしょうがないですよね、これは今のカットしておいてください。今のはひどいっすね。ひどい。5年間岡田さんに投票していただいた、はい、そしていつも応援していただいているドラゴンズのファンの皆様へ、はい、最後にコメントをいただきたいです。はい、2017年から始まり、今年で5年連続のイケメンの順位に入れていただきありがとうございます。ドラゴンズでは一つもタイトル取ってないんですけど、イケメンのタイトルは5年連続取ってるので、契約の時にちょっとこれを武器にして挑んでいきたいと思います。野球の方も頑張りますんで、引き続き応援の方よろしくお願いします。ありがとうございます。どなたかとツーショットが撮れるっていうイベントをやったんですよ。はいはいはい。なんで岡田さんもどなたかとツーショットを撮らせていただきたいですけど。はい、いや、そりゃ祖母さんです。祖母さんですね、はい、じゃあこういうフレームでちょっと撮らせて。おー、なるほど。はい、チーズ。いい感じですか。やっぱ祖父江大輔に隠れたお方としてはみたいな。いい感じです。うまいこと編集しておいてください。お願いしますよ。D ラブ6の柳です。